こんばんは。こんばんは、ハレリア。アメン。こんばんは、アメン。2月2日。2月2日、火曜日、夜の電動放送です。今日が節分かと思ったら明日だったんですね。明日が節分ですが、皆さん、節分はしないようにしましょうね。節分は迷信です。節分は迷信です。ちょっと、スイッチオフやります。はい、ツイキャスも始めましたね。こんばんは、ボアゲンさん、こんばんは。今日も神様にありがとうを言いに来ました。そうですね、私たちは絶えず神様に、ありがとうと言うべきですね。絶えず感謝します、ね、私たちは、イエス様に向かって絶えず感謝をするべきではないでしょうか。自家熱で中絶が増えそう。中南米で自家熱という、病気が流行っているそうですね。そして小頭症っていうんですかね、その頭が小さい赤ちゃんが生まれるということで中絶が増える可能性があるということですね。はい、今日は私の誕生日です。神様産んでくれてありがとう。そうですね、私たちは神様によって作られました。質問、天国に行ったことありますか？ないですね、天国行ったことありません。皆さんお元気でしょうか？皆さんお元気でしょうか？2月に入りました、ね。2月は意外と早く終わる感じがします。もう2月が来るとすぐ3月という感じですね。もう春です。皆さん春です。毎年今ぐらいになるとね、春の意味を、説明します。ヨハネさん、こんばんは。春は天国を表し、春はリバイバルを表しますよ。皆さん、春が近いということはリバイバルが近い、天国が近いということでいいんですね。Q さんはいつからキリスト教を始めましたか。今38年前ですね。38年前にクリスチャンになりました。まだ皆さんが生まれてない前からでしょうね。過去の録画を見ても全く同じこと言ってる。過去の録画ね、春について同じことばっかり言ってるかもしれませんね。今日はですね、この間地獄の話をしましたよね。地獄の23分という動画をお見せしました。今日はですね、天国に行った子供たちの話なんですね。天国に、ずっと行ったわけじゃなくて戻ってきたんですけども、夢の中で天国に行った話なんですね。今日はその話をしたいと思います。はい、自家熱関連の記事ありがとうございました。キリスト教に入信したきっかけ、ですね、直接的には目の前に宣教師が引っ越ししてくれました。そのアメリカ人の、宣教師が引っ越ししてきて、そしてちょっと見学に行ったんですね。それがきっかけで教会に行くようになってクリスチャンになりました。一番最初のきっかけは小学校
小学校の時に教会学校に行ってたということもあります。目の前が教会だったんですね、目の前が教会、ありがとうございます。地獄の23分という道具、これもぜひ見てない方はぜひ、おすすめですから、おすすめですからぜひ、これを見てください。はい、ラピスさん、ハレリア、アメン。それでは今日のタイトルいきましょうね。今日のタイトルは、子供たちの天国の話。子供たちの天国の話。これはですね、あるブログから、ブログにある記事をちょっと引用したいと思ってますね、ブログ。ちょっとブログ貼りましょうかね。ちょっと待ってくださいね。ブログ貼りますから、ブログはこれですね、このブログからちょっと引用します。はい、あのブログで書いてありますので、皆さんブログをよく読んでくだされば、ゆっくりゆっくり読むことができますので、ぜひ、まあこれは子供たちが天国に行ったという夢を証ししてるんですけど、非常に印象的なのでちょっと読みたいと思いますね。はい、それではですね、読みたいと思います。昨晩はエムリン、エチちゃん、R さん、S ちゃんと B さんと私の家族で天国に行きました。まず悔い改めのお部屋で、それぞれ悔い改めしてから命の川沿いを散歩しながら、最初にイエス様の家に行きました。イエス様の家でごちそうを食べ、天使や天国の人とゲームやクイズ、トランプをしました。天国のトランプは絵が綺麗で、 K はイエス様で、 A はエースは十字架でした。イエス様と天国が宝を隠してくれて、宝探しをしました。宝は天国、卵より少し大きい大きさで、カーテンの後ろや机の下に隠してあって、私は6個、空は4個見つけました。大人の人は10個以上見つけていました。食事をして、今度はイエス様の家の工作部屋でドレス作り、それぞれ自分の好きな色や好きな布地でドレスを作って、リボンやお花、天使の羽などで自由に飾りもつけました。イエス様が一人一人にこんな飾りはどうかなってアドバイスをしてくれました。そして作ったドレスを着て、イエス様とみんなでダンスをしました。イエス様は私と妹と天国の他の子供たちにお話をしてくれました。スクリーンを見せながら、地上の空気が汚いことや戦争のところも見せてくれて、天国がどんなにいいところか教えてくれました。それから聖書のお話や敬虚のことも話してくれました。その間、大人はお祈りをする建物に行っていました。そこで地上の人たちのためにお祈りしてたそうです。その後、大人も子供も一緒にイエス様のお家の屋外にあるプールで泳ぎました。それからお花畑で冠を作ったり、動物触れ合い広場で遊びました。野良猫、捨て猫、捨て犬、人間に殺されたライオンや動物がいました。私はチーターに乗せてもらい、すごく早かったです。ママの犬のドンキーに天国でお友達の犬ができていました。その後スポーツをしました。
ドッジボール、ゴルフ、サッカー、野球、ラグビーなどしました。天国では私が知らないルールが分かりました。イエス様はスポーツも万能でした。それから植物の温室に行きました。珍しい蝶々やお花があって、奥の部屋でフルーツのもぎ取りができて、ぶどうやみかんやバナナ、パイナップル、キウイなどいろいろな果物をみんなで食べました。わあこれおいしいってみんな言いながら食べていました。その後ショッピングに行くためにお家に、宝石かっこ天国のお金を取りに行きました。一人一人天使に連れられて自分の家に行きました。自分の家から宝石を取りに帰って、また集まった時に私の言ってくれた言葉を紹介します。ああやばい、こんな綺麗な家だなんて、満足しちゃった、超嬉しい、すごい綺麗な服がいっぱいあった、奥の部屋にピアノもあった、エチちゃん、私はこんなに宝積んでないのに、なんでこんなに綺麗なの？嬉しいんだけど。ベッドがふかふかで、植物やお花がいっぱいあった。十字架の飾りもいっぱいあった。Rさん、私こういうお家大好き。玄関に天使の羽がたくさんあった。嬉しい。ありがとう。神様、お家に壺があって金粉と香油が入っていた。天のお父さんから手紙があって、天のお父さん私が大好きって言ってた。嬉しい。 B さん、こんなに鳥いたなんてすごい、かわいい、神様ありがとう。餌場たくさんあったよ、自由に飛んでたよ、すごいかわいい鳥がいたよ。エムリン、角笛がいっぱいあって私こんなにと言って泣いていました。角笛のケースも可愛かった。神様感謝します。家に帰ったらイエス様のお手紙があったよと私にその手紙を見せてくれました。手紙、私の愛する娘よ、よく来てくれた。私の目にはあなたは高価で尊いと聖書に書いてあるよ。そして私はあなたに頼み事をしたいんだけど、私はあなたに天国の学校の音楽の教師をしてもらいたいんだよ。いいかな。 S ちゃんもこの手紙があったと言ってました。そしてみんな自分の家から持ってきた宝石でショッピングをしました。買ったものは天使がそれぞれお家へ届けてくれました。ショッピングセンターの2階のレストランで食事をしました。その後、博物館と遊園地で遊び、最後にイエス様のお家にまた行きました。イエス様がみんなに祝福の祈りと実証の祈りをしてくれました。そして手をつないで歩いて帰りました。その次の、読みましょうかね。次のはですね、はい、これかな。はい、今度はですね、今度は MJ さんと AO さん、 A さん、 R さん、 Y さん、 MK さんと家族で天国に行きました。みんなで教会の扉を開けたら天国でした。ドアを開けたらすぐイエス様がいました。シャローム、ようこそとイエス様が言いました。みんなで散歩しながら海に行きました。一人の人魚に会って、ようこそ海の中を案内しますと言って海の中ツアーをしました。人魚の尻尾はピンクで、髪の毛の色は海の色でした。海は浮きたいと思えば視界みたいにプカプカ浮きます。潜って熊の実さんたちのところへ行き、
海藻の林を通りました。イソギンチャクのところにクマノミがぴょこぴょこしていました。クマノミのお家もありました。エスちゃんは間違えてクマノミのことをニモと言いました。次に海の中に囲ってあるレストランに行きました。海でしか食べれない美味しいものを食べました。海ぶどうやアワビ、特別メニューで巻貝の中に入ったシチューと真珠が乗っているゼリーを食べました。次に人魚のお家に行きました。貝殻の屋根、貝殻の瓦屋根、サンゴ礁の机、イソギンチャクが海のお花みたいにシャンデリアになっていました。少し離れたところに海藻の広場があって、タツノオトシゴとかいろんな魚がいました。魚や海の生き物もしゃべりました。何人もの人がタツノオトシゴにまとわりつかれていました。クジラや巨大な生物もいました。海から上がるとすぐに乾き、人魚にお礼を言って別れました。それから図書館に行っていろいろな本を見て楽しみました。2階は展望台になっていて、綺麗な景色を見てイエス様も笑っていました。図書館には一番初めに作られた日本語の聖書があって、薄くて紙が茶色くなっていました。中の言葉は今の言葉遣いと全然違いました。その後、私の家の近くの森のキャンプ場でバーベキューをしました。イエス様が木の後ろにあったすごく珍しい綺麗な花を見つけてみんなで見ました。白い小さなスズランみたいな花でした。そこで天使にユリの花のダンスを教えてもらって、シルクのユリみたいな白いドレスに着替えて踊りました。それからイエス様のお家に行きました。ゲームやトランプ、宝探しをしました。天国のジェンガはでっかかったです。その後イエス様の お庭のプールに入りました。それからイエス様がお庭だけ秋にしてくれました。紅葉がめちゃめちゃ綺麗でした。色とりどりの葉っぱを使って工作したり、カードや手紙を作りました。その後イエス様は季節の部屋を冬にしてくれました。もともとはお花が咲いていたので、それが凍ってキラキラして綺麗でした。イエス様が顕微鏡を持ってきて雪の結晶を見ました。すごく綺麗でした。その後動物触れ合いのところに行きました。それから溝に行きました。天のお父さんがこの溝は不思議だろうと言いました。みんなも不思議だな、なんで水が出ているんだろうと言ったら、お父さんがわっはっはと笑って祝福のお祈りをしてくれました。それから子羊の公園のところに行きました。リハーサルをしました。ウェディングケーキの切り方を教えてもらいました。予備の指輪でイエス様が指輪をはめてくれました。食事をしました。ダビデや天使がいて音楽賛美を奏でてくれました。イエス様はみんなに愛する娘よ、私はあなたたちがここに来ることを待っていました、みんなで言いました。その後天国温泉に行くのに、その前にそれぞれ自分の家にタオルなど道具を取りに行きました。家に温泉道具を取りに帰ってからまた集まった時に、一人一人がマナちゃんの言った言葉、はい、A さん、アトムがいた、やった、よかったと言って泣いていました。アトムの他にも犬がいたよと言っていました。お庭にアトム用のテントがあって、
使用のものもあったから一緒に泊まれるようになってた。お家の色はね、こんな色だったよと天国の絵の具で描いて描いてくれた。アトムの子供の時の写真がいっぱい飾ってあった。 MK さん、ハートのお家すっごく可愛かった。お花がいっぱい植えてあった。玄関が金粉だらけだった。ソファーがふわふわ、宝石がいっぱいあった。インコがいた。可愛いタオルがふかふか。 Y さん、お家が宝石みたいにキラキラした赤いルビーみたいな色だった。それでね、途中でね、多分ペトロさんだったと思うんだけど、道の途中で会って、家族のこと辛抱強く祈って頑張ってねと言われた。お花がたくさんキラキラの植木鉢に植えてあった。栄養さん、わあすごいと言っちゃったよ。お家がブドウみたいな紫色でまん丸だった。ベランダがあってカフェテラスみたいになってたよ。キッチンに小さな本棚があって、そこに神様が考えたレシピ集とか天国のいろいろなレシピ集があって、キッチンで作った食べ物すぐそこのテラスで食べれるようになってて、お客さんが来ても大丈夫。ダイヤモンドみたいな宝石でできている部屋もあったよ。 R さん、着物がいっぱいあってね、着てみたらちょうどぴったしだった。十字架の下にお花がある髪飾りもセットだった。廊下に額に入れてあるイエス様の生涯を描いた絵が飾ってあったよ。ふわふわででっかいピンクのソファーがあって、十字架の形のクッションもあったよ。お庭に綺麗な花壇があって、見たことがない花がいっぱいあったよ。 MJ さん、家は6面とも正方形の形だったよ。すっごい綺麗でキラキラしていたよと涙。金の十字架がついた白い縦長のカバンがあったよ。敷地内に囲ってある畑があって、そこにいろいろな野菜や果物が育っていたよ。周りにはお花がいっぱいあったよ。家中に天使の羽がいっぱいあったよ。手紙があってね、イエス様の綺麗な字で、娘よ、私はあなたのことがとっても大好きだよと書いてあった。涙涙。門を開けた途端に角笛と、片手こととかの音が聞こえて、賛美が聞こえてきたよ。それから家から温泉道具を持ってきたので、みんなで大きな温泉に入りました。今日はキラキラした虹色のお湯で、愛の気持ちと礼拝する心が、こもっている。主の血潮入りのお湯で、バラの香りでした。片足入っただけでふにゃふにゃになりそうでした。泣いたり寝てしまいそうな人もいたり、もうすぐに気絶しそうな人もいました。皆さん、天国ではものすごく若くなっていたそうです。はい、こんな感じですね。まだたくさんあるんですけど、皆さん残りはですね、皆さん自分のそのブログを見てくださると嬉しいですね。非常になんかその子供が見た天国ということで、なんかすごくこうあれですね、素晴らしい証でした。デビッド・テラーのね、デビッド・テラーさんの本がありますよね。そのデビッド・テラーさんの証にもですね、イエス様の家っていうのが出てくるんですよね。イエス様の家、それまではあまりね、天国にイエス様の家っていうのはあまり聞いたことがないんですけど、デビッド・テラーさん自身もイエス様の家に行ったという話があります。で、この子供たちも
イエス様の家に行ったということで、 なんとなくこう共通点があるんですね。天国に行った人の証結構あるんですね。コルトン君もそうですし、またたくさん天国に行った人の証あるんです。でそういうのを見ますとですね、共通点があるんですね。共通点、天国に行った人の共通点だからですね、本当にこう天国が本当に現実にあるということが分かります。天国が本当に現実にあるということ、私たちは信じることができます。地獄もですね本当にあるということ、地獄に行った人たちの話もですね本当に共通点がありましてね、地獄もですね本当に現実だと思います。そして、天国も本当に共通点があるんですよね。ですから皆さん、私は本当に天国と地獄を信じますね。本当に天国と地獄は現実にあります。アンチの人も目を覚まして信仰を持ってほしいですね。ラピスさん、はい、そうですね、ぜひ皆さん、天国と地獄があるんですね。天国と地獄があります。ですからぜひ皆さん、もう死んだら無になるなんて思わないでください。本当に天国と地獄があります。たくさん証があります。はい、デビッド・テイラーさんのね、本にも天国のいろいろなね、証がありますけど、はい、はい、ありがとうございます。デビッド・テイラーさんの関連記事ですね。はい、ありがとうございます。はい、まあそういうわけでこのブログはとてもね、いいブログですね。いいブログです。ぜひこのブログはですね、いろんなことがあるので、皆さん、このブログも皆さん読み続けてくださるといいですね。このブログはですね、非常に霊的なことがたくさん書いてありますね。霊的なことがたくさん書いてありますので、過去のブログもたくさん読めますので、ぜひ、読んでみてください。なんだか想像していたより自由で楽しそうな天国の証でした。あ、ちょっと感想を聞きましょうかね。じゃあちょっと皆さん、今の天国の話の感想スタート、感想、ブログの感想スタート。本当に天国と地獄があると確信しました。天国は日本島みたいに楽しそうだと思った。天国は温かくて優しい印象だ。天国に行くと本当の平安があるんだと思いました。天国にはいろんなところがあるんですな。ブログには目が緑色だとあり、LTL で出会った姉妹もそう言ってた。ああ、そうですね。どうせ天国があるなら僕もそこに行きたいと思った。
今からでも天国ポイントを貯めようと思った。永遠の炎で焼かれるのは怖いです。ラピスさん、天国は本当の子供の国です。エイジさん、子供が満足するから本当にあると思った。イエス様の笑顔を見てみたいです。イエス様の笑顔を見てみたい。お仕事はクリスチャンですと他人に聞かれたら言います。ラピスさん、アメン。天国銀行に口座を作りました。ヨシオの言ってたことが本当だと分かった。祝福が欲しいので一人で泣こうと思った。泣かなくていいです。泣かなくても祝福もらえます。天国ポイントというのは天国の宝のことを言いますね。天国の宝、イエス様に歓迎される天国っていいですね。アメン。みんなで天国に行きたいと思った。天国相場、何ですか天国相場というの。天国には美しい、は美味しいですね。美味しいフルーツも用意されてるんですね。ハレルヤ。はい、もう天国の果物はもう本当にほっぺたが落ちます。ほっぺたが落ちます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、天国つのべ、天国にもつのべがあると言ってましたね。天国にもつのべがあってこともあったとか言ってましたね。あの天国ポイントで天国行くわけじゃないんですね。信仰で天国に行けます。信仰で天国ポイントで天国行くわけではありません。天国で結婚することができますか。天国には結婚がないと書いてありますね。はい、それでは天国つのべ、天国にも角笛があると聞いて嬉しいですね。天国にも角笛があるということですね。はい、
はい、それでは明石タイム行きましょうね。明石タイム行きましょう。はい、それではですね、はい、イエス様を信じて、イエス様を信じて、この地上だけで苦しんでいたけど、この世のいろいろな問題で苦しんでいたけど、天国のことを知って、また、イエス様を信じて天国に行けることが分かって、本当に希望が与えられた、希望を持つことができた、天国に行く本当の永遠の希望、永遠の希望を持つことができた証、スタートスタートスタート。イエス様はボロボロの人生の私に希望を与えてくれました。重荷を背負う地獄行き人生から、信仰のおかげで天国行き人生。キュちゃんの放送は希望が持てます。天国があるから安心できた。この放送の角笛を聞くとイエス様を近くに感じます。子供の話だけど、天国って本当にあるんだなと思った。毎日癒されています。神様はみんなの希望です、エイジさん。今夜の話を聞いて天国行きたいと思った。イエス様に、天国を目指して信仰に励みます。イエス様のおかげで行きたいと思った。この放送を見てると毎日天国に近づいている実感が湧く。天国ポイントを貯めて信仰心で天国へ行きたいです。地獄に行きたくないです。絶対天国に行きます。村井さん、神の国が私の希望になった。この放送こそ天国行きのカーナビだと思う。イエス様と共に歩むことが何よりの喜びです。フグちゃん、天国の家の設計図はパないと思いました。天国行ってよくやったとイエス様に言われたい。希望はイエス様にあるのだ。小学生にもこの放送を見せるべきだと思う。この世は一時的だと確信しました。天国にはいろんな施設があって満足いっぱいです。毎日この放送で家族はニコニコです。千人分の一に選ばれてイエス様に感謝します。今度産む決心をした。なんだかんだ叫んだって天国に行きたいのです。天国で本当の人生を歩みたいです。天国でイエス様やクリスチャンと暮らしたいです。アメン。毎日の幸せはイエス様のおかげです。
イエス様を信仰して天国に行きます。すべての人が天国切符をゲットしてほしいと思いました。イエス様の愛は絶対必要、肉など無意味と確信しました。ギャザリングに積極的に参加して天国ポイントを貯めたいです。はってでも天国に行こうと思った。はってでも天国に行こうと思った。15から17はギャザリングを楽しみます。あ、皆さん15から17ギャザリングがあるそうです。日本であります。15から17。またギャザリングがあります。すごく天国に行きたくなりました。ギャザリング行きたいです。神様の本当の愛を知り、心の一部がホッとホッと。あ、ライブ中継ないんですか。あらららら、ライブ中継ないんですか。皆さん残念ですが、あのギャザリングライブ中継がないんだそうです。大阪ですか。大阪、悪くめの中でも中にも大切な気づきがありますね。天国行きたいので罪を悔い改めようと。この放送は光に満ちていると思った。天国ニコ生もありそうな気がした。天国を間近に感じることができる不思議な放送です。主は御霊です。そして主の霊のあるところに自由があります。誰一人地獄に行きませんようにお祈りします。この牧師は狂ってると思っていたけど、この世が狂ってた。アメン、アメン。春です。神様の優しさを知りました。アメン。今日は不平不満をたくさん言ってしまいました。悔い改めます。御言葉を食べて生きていきたいです。御言葉は蜜のようです。御言葉は蜜のようです。この放送を見て、やっぱ天国が好きやねんと改めて実感した。イエス様が素敵でとても嬉しくなりました。私は道であり真理であり命なのです。日本人はみんなクリスチャンになれば良いと思った。日本政府は過去を悔い改めてイエス様を迎え受け入れるべきです。今夜の放送もイエス様からのプレゼントですね。アメン。ガジマ牧師は元気に牧会しています。アメン。
今日のお話は幸せな気持ちになれました。最高ですかと聞かれたら、最高ですと答えられる。私は世の光です。この放送を泣きながら見ています。ハレルヤ、アメン、アメン。今年はリバイバルが起きると確信しました。今夜の放送もイエス様からのプレゼントですね。アメン。BGM めちゃいいですね。今夜も安らぎに満ちて眠りにつきたいです。毎日この放送を見て角笛を聞くと涙があふれます。コルトン君の証は本当だったんだと分かった。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今年ロンドンでエンパワード21があります。はい、ありがとうございました。毎朝毎晩見て信仰パワーをもらっています。アメン、アメン。はい、さとみさんありがとうございます。アメン。はい、それではファイナルメッセージいきましょうね。この世の罪を悔い改めると天国では穏やかな日々が過ごせますね。この放送は心のオアシスです。皆さん、私たちは幸せです。私たちは幸せです。私たちは希望があるんです。天国に行く希望があるんです。そしてイエス様というお方を知っているのです。そのお方を知っていることは希望です。イエス様は皆さんのすべてを知っているそうです。イエス様の瞳はですね、瞳はもう私たちのすべてを知っているような目だそうです。私たちの過去、私たちの苦しみ、私たちの悲しみ、もう私たちの人生すべてを知っておられるような目だそうです。イエス様が皆さんを愛していて、本当に大きな、ものすごく大きな愛で愛してくれています。皆さん、イエス様は遠くにおられません。皆さんのすぐ近くにおられます。皆さんのすぐ近くにおられます。イエス様の目は本当に海のような優しい目です。もう透き通るような、もうダイヤモンドのような、もう本当に透き通った、全く罪のない、全く汚れのない、瞳をしています。そのイエス様の綺麗な目で皆さんは見られているのです。イエス様は皆さんを愛していて、一人一人を愛していて、皆さんを本当に導いておられるのです。ですからこの方を受け入れて、この方を信じて、この方に従って、この方を喜んで生きようではないでしょうか。永遠の命とは、イエス・キリストを知ることです。永遠の命とはイエス様ご自身のことです。まだまだ
イエス様のことを全然知らない人もたくさんいるんです。もうイエス様の命も知らない人がたくさんいるんです。イエス様のことを聞いたことがない、聞いたことがない、読んだことがない、全くイエス様のことを知らない人がたくさんいるんです。しかし皆さんは知っているのです。知りつつあるのです。皆さんは信じてくれました。この素晴らしい方を信じてくれました。この方は皆さんのために死んでくださったお方。皆さんを愛しているがゆえに、皆さんを自分のように愛しているがゆえに、命を捨てるほどに、イエス様が皆さんのために命を捨てるほどに愛しておられるお方なんです。どうしてこの方を受け入れずにおられましょうか。どうしてこの愛のお方を拒絶することができるでしょうか。この方を私たちは本当に大歓迎するべきではないでしょうか。この方を本当に敬うべきではないでしょうか。この方を私たちの心の王座に座っていただくべきではないでしょうか。この方は王の王です。主の主です。イエス様を王になってもらいたい、自分の王になってもらいたい方、イエス様を受け入れる者が、今度は私たちが神の国で受け入れられるのです。イエス様を王と迎える者が天国に行くことができるんです。ぜひ皆さん、皆さんは本当に幸せなんです。イエス様を知りつつあることは幸せです。そしてこの方の御心を知って御心を行ってください。イエス様の教えを守ってください。イエス様を愛することはイエス様の教えを愛することです。この方の教えは真理であり、皆さんを幸せにし、皆さんを正しく導きます。イエス様の教えを守るならば、イエス様は皆さんの友であるとも言われました。イエス様の教えを守るならば、イエス様の愛の中におられると言われています。ぜひ皆さん、私たちはキリストのものです。皆さんはキリストのものです。私たちはイエス様の血によって贖われました。贖われたというのは買い取られたということです。私たちは以前は悪魔の虜、奴隷でした。悪魔の奴隷で、罪のうちにあるものでした。ところがイエス様がご自身の血によって買い取ってくれたのです。イエス様が十字架によって私たちをあがなってくれたんです。皆さん、イエスキリストを信じる者はキリストのものになるの、なるのです。イエス様のものになるのです。そしてイエス様は私たちを天国に連れて行かれます。ぜひ皆さん、喜びましょう。皆さんの問題、皆さんの苦しみをイエス様はご存知ですから、イエス様は皆さんに同情することがおできになります。皆さんの苦しみを理解することがおできになります。皆さんは誰かに分かってほしい、自分の気持ちを誰かに分かってほしい、自分の辛い気持ちを誰かに分かってほしいと人に求めるかもしれません。しかし人は誰も分かってくれません。イエス様だけが皆さんの心を完璧に理解してくれています。皆さんの本当に
悲しみを理解してくれています。ですからイエス様に自分の気持ちを、告げましょう。イエス様に、向かいましょう。そのことによって皆さんに平安が来ます。心の平安、心の満たしが来ます。すべて良いものはイエス様からしか来ません。皆さんの平安、皆さんの喜びはイエス様から来るんです。他からは来ません。他からは来ません。イエス様から本当の命が来るんです。シェレ様、今夜もあなたからの油注ぎで体中が温かいです。アメン。今私たちはますますイエス様を待ち望むべきではないでしょうか。ますます、ますます、イエス様に叫んでいくべきではないでしょうか。皆さん、イエス様に心を向けていきましょう。それでは招きをしましょう。今日の、子供たちの天国の話、また今日の放送を見て、天国に来たい、イエス様という方を知りたい、生きる意味を知りたい、自分を支えてくれる方が欲しい、皆さんイエス様だけが、イエス様だけが皆さんの心の支えです。他のものは、心の支えにはなりません。イエス様だけが、イエス様だけが皆さんの心の支えです。イエス様を信じようと思う方、今晩イエス様を信じよう、イエス様を王としようとする方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。スーパーグレートアメン。エイジさん、アメン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 。イエス様が喜ばれています。ボアゲンさん、ノーラさん、サトミさん、ケイさん、スヌーピーさん、アメン。イエス様が喜ばれています。イエス様が喜ばれています。イエス様が喜ばれています。エミールさん、イエス様を信じます。アメン、アメン。イエス様が喜ばれています。イエス様が天で喜ばれています。天国で喜ばれています。天の父様、感謝します。私たちはあなたによって作られ、あなたによって救われました。失われていましたけれども、あなたに見つけられました。イエス様、感謝します。あなたによって救われたことを本当に感謝します。以前はあなたに敵対していました。罪のうちにありましたけど、今あなたによって清められ、救われて神の子になったことを本当に感謝します。天国に行くことを本当に心から待ち望みます。天国を待ち望みます。そしてあなたに会って清められていることを本当に感謝します。主よ、もっともっと清めてください。もっともっと清めてください。イエス様の血によって私たちの心をもっともっと清めて、あなたにふさわしいものに作り変えてください。そしてあなたを証しするもの、あなたを述べ伝えるものに作り変えてください。多くの人にあなたを伝えたい、多くの人に証しをしたい。イエス様は私たちを変えてください、変えてください、変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん喜びましょう。一緒に喜びましょう。一緒に天国に行きましょう。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。シャローン。シャローン。